復活ライブ。復活ライブ。めっちゃめっちゃ広い空間を取ってきてくれた。今お時間もちょっとだけ前。こう気持ちだけ。あれだ。帽子を。上だけ顔が隠れてる。はい、ありがとうございます。待ってる。OK ですか？だだ。はい。じゃあ、はい、皆さんこんにちは。けいちゃん、コトーと言います。古い富士と書きましてね、ちょっと難しいから皆さん。古富士とか古富士とか言われるもんですから、恵子さんがもうややこしい恵ちゃんにせえという形です。僕は時計を気にしてる。季節外れ雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しさ名残。雪も降るとき押しにふざけすぎた季節の後で今春が来て君は綺麗になった。去年よりになった動き始めた汽車の窓に顔を君は何か言おうとしている。君の唇がさようならと動くことが怖くて舌を向いてた。時が行けば幼い君も大人になると気づかないまま今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。君が去った頬に残り落ちては溶ける雪を見ていた。今春が来て君は綺麗になった。去年よりになった。
あの名残雪で今の冬の時代の歌をちょっと歌ってみようかなと思いまして、実はね私ねあの12月いっぱいから1月昨日まで、初めて歌うんですよね。昨日はちょっと歌ってきたんですけどもね、ちょっと喉を痛めましてね、喉のあの声帯のところにポリープができましてね、それであの、お医者さんに行ったら最初風邪かと思って声が出なくなってきたんで、風邪かなと思いましてね、あの、内科の行ったんですよ。インフルじゃないですか相手に行ったんですけど、ちょっとちゃうみたいやなという感じで、次はあの耳鼻咽喉科行ったんですよ。で耳鼻咽喉科に行ったらね、あのスコープみたいにピャッと見てもらって、これはちょっとうちでは無理ですわって言われまして、ドキッとしましてね。で、まあ、どっかあのお医者さんありますかって聞かれましたらね、僕あの前でちょっとあの日赤ね、大阪の日赤病院のカード持ってますから、日赤やったら、あそこ紹介します、すぐ行ってくださいって言われまして、ね、でこれはもう参ったなと思いながらね、あの日赤で、やっぱりあの声帯白板症と言いましてね、声帯の入り口のとこにポリープができるんですよ。でそんなに大きくはないんですけどもね、これ放置してるとあの癌化する恐れがありますので、手術しましょうという形で、手術してもらったんです。で僕もねやっぱりずっと二十歳から頑固にタバコを吸い続けていましたのでね、やっぱりタバコがいかんのかなと。私っていうことはないんです。皆さんね、あんまり吸われてないですよね。法廷の場で嘘ついて。いつやないつやないつや。でもね、やっぱりあの手術ね、あのタバコやめないと手術できないって日赤は言うんですよ。麻酔科の先生がね、やっぱりあのどうしてもあの。あの手術の時に咳込むって麻酔かかってますけどもね、あの咳込んだらやっぱり一番微妙なとこやから、声にもう変な声になりますよって言われましてね、で仕方なくやめたんです。でまたあの最近からまた吸い始めた。早い早いこれね、家に家に内緒なんですよね。言うわ、いやいや、まずいまずい。ライブしたのか、証拠がある、証拠が、証拠取ってあるから。いやそう怖いな、ここは。そういうことでね、あのなかなか歌えなくて練習もできなくて、3日前からちょっとギター触って なんかやらなければならないなと思います。怖いですよやっぱりね、声帯だらもう僕もあのつんくさんのことがありますのでね、だからもっと歌えなくなったら困るもんね。いやそうでもないですけどね、もうこの年やから時々ね、あの口笛もあのかすれて声もかすれるかもしれません。今すぐで見つめるそぶりをしてみても、なぜに黙って心離れてしまう。泣かないで夜が辛くても、雨に垂れた花のように、マジで怒った時ほど素顔が愛しくて、互いにもと分かり合えてたつもり、行かないで胸が痛むから。
他の誰かと出会うために涙のキスもう一度誰よりも愛してる最後のキスもう一度だけでも君を胸に抱いていつも笑って思い出だらけの二人にも夜風がそっと恋の終わりを告げる悲しみの時は過ぎるけどきっと明日の夢は見ない涙のキスもう一度誰よりも愛してる最後のキスもう一度だけでも君のために送る振られた時でも生きてゆくにはダメになりそうなほど悲しみが消えない涙のキスもう一度誰よりも愛してるさよならは言葉にできない君を泣いていたいサザンの歌好きなんですけどね、なかなか早くて、なんか字余りの曲が多いからね、もうついていけないんですよね。だからなかなか歌う機会がないんですけども、カラオケなんかではね、結構歌えるんですけども、自分で弾き語りのがあんまりしてないんですよ。特にね、津波なんか好きだったんですけども、震災以後ね、なんかタブーみたいに歌ってはいけないという形になったみたいですけど。罪なやつさアンパシビ青く燃える海どうやら俺の負けだぜまぶた閉じよう夏の日の恋なんて幻と笑いながらこの一人かける汗をかいたグラスの冷えた血光る肌の香りが
俺を酔わせる。幻で構わない、時間よ止まれ、命の目まいの中で罪なやつさ、アッパシフィ、街の匂いを忘れかけたこの俺、ただの男さ、出るなる恋と西風が笑うけれど、この人にかける、はい、ちゃんの時間が始まりました。なかなかね、練習できないんですよね。やっぱり僕も孫がいてましてね、ちょろちょろするんですよ。だからギター弾き出すと、その練習書を持ったらさ、さ始めてるという。でなかなかね、孫は可愛いんですけども、むちゃくちゃされるという。なんかそこのお菓子か、なんか あれだけ見えるんですけど、なんか顔は見えないんですよ、食べると。なんか美味しそうに、なんか危なくて、それ、あ、ケーキですか、それ。ケーキだけ見えるんですよ。いやいや、大丈夫です。はい、大口で食べてください。夜が明け、今は冷めた色、次のカーブ切れば
に消えた夏、君は先を急ぎ、僕は振り向き過ぎていた。知らずに別の道、いつからか離れていた。さよなら送り返し、君は大人になる。ときめきと戸惑いをその胸に忍ばせて。辛い夜を数え瞳漏らせたガラス越しの波も、今は暖かに君がいないだけ。今は苦しくはない、二度とは帰れない。君は言えただけ、君は大人だったね。ときめきと戸惑いをその胸に忍ばせて。君は先を急ぎ、僕は振り向きすぎていた。知らずに別の道、いつからか離れていた。さよなら送り返し、君は大人になる。ときめきと戸惑いをその胸に、さよなら追い得ただけ、君は大人だったね。ときめきと戸惑いをその胸に忍ばせて。しまいました。あと24分、あと6分ですね。短い。皆さんもね、歌われると思いますけど、喉やっぱりね、張り上げられるから、やっぱり定期的にね、耳鼻咽喉科行かれて、本当見てくれはるんですよ。中、喉の中で。でされた方が、風邪かなと思ってもね、ひどい時に僕びっくりしましたね、今回ね。大丈夫やなと思って。さよならは言わないで、と
でも辛いからいつものように優しい口づけして言ってねさよならは言わないねやっぱり寂しい一人歩きは怖いけどそっとしておいてねあなたの歌忘れないわ寂しい時歌うわ私のこと優しく見てて欲しいのいつかまた街角でバラたりあったなら温かい微笑みを挨拶してねお別れの時だけどきっとまた会えるからお願いいいよ言わないでさよならは嫌なのあなたの歌忘れないわ寂しい時歌うわ私のこと遠くでじっと優しく見てて欲しいのさよならは嫌なの。はい、今日はどうもありがとうございました。